はい、皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。今回もですね、今日これ何本目 ?4 本目、何かこの行事があるとネタがいっぱいあるというのは、いいことかもしれませんね。まあ、あのオフになるとそうネタはないからね、できる時、時間に余裕がある時には撮っておこうと思うわけでありますね。さて、昨日は10月3日、皆様が選ぶカズチューブ、2021オリックスのベストゲームということで振り返っておりますが、昨日は10月3日のホークス戦を振り返った。ホークスとの3連戦の3つ目のゲームね、金曜土曜勝って2勝連勝して迎えた3戦目。バファローズは竹安投手が先発して、相手ホークスは千賀投手が先発したという、そんなゲームでしたね。バラオ選手のホームランで、杉本選手の一発で先制をして、竹安投手が粘りのピッチング、宗選手のファインプレーもあった、そんな中で3対0で勝ったゲームだったんですが、そのゲームに関して、泉のオリファンさん、この泉のオリファンさんのこれは選んだベストゲームだったのね。コメントの紹介のほどありがとうございました。大前さんの実況を聞くとより映像が頭に鮮明によみがえってきました。首脳陣の心が折れるほどのショックを受けて迎えた試合で、つまりその前日に正孝選手が右の手首にデッドボールを受けて骨折をしてしまったというね、その翌日のゲームだったんだね。そんな試合でこのような勝ち方ができたのが今年のオリックスですよね。次の振り返りも楽しみにしていますということですね。それからですね、谷健さんいらっしゃいませ。この試合はとても印象に残っています。正隆選手が選手離脱を受けて、杉本選手がヒーローインタビューで、正隆が乗り移ったようなホームラン、一番悔しいのは離脱した本人、優勝を目指して頑張るのでファンの皆さんも元気出してくださいみたいな趣旨の発言をしていたのが印象的でした。なるほど。チームもファンも不安だった中で、まだいけると気持ちを切り替えられた重要な一戦だったと思います。おっしゃる通りですね。素晴らしい分析、その通りだと思います。関さん、いらっしゃいません。ようやく自分が現地で見た試合が取り上げられて嬉しいです。笑い、よかったですね。正隆選手骨折で誰もが落ち込む状況の中、ラオウさんの一発、宗選手のスーパープレー、竹安投手の好投と、正隆なしでも勝てるということを改めて証明できた試合でしたね、ということで、まあね、なしはしんどかったけど、みんなが本当カバーしたという感じもありますね。2年前、クライマックスが見えてきた、クライマックスが見えてきた時に、ロメロ選手が離脱して連敗が始まった頃とチームは変わったなということを思い出しました。ありましたね。8月ロメロが大活躍してね、8月は確か千葉マリンで足立ちゃんが同点から決勝のホームランを9回の表に打って勝って、さあこれでクライマックスっていう形で8月終わったんだけど、9月に入ってもうガタガタっときたっていうシーズンがありましたね。個人的には今年最後の京セラがこの日の試合だったので、思い出に残っている試合の一つですという関さん、ありがとうございます。なるほどね。やっぱこの10月3日のゲーム、確かに多数票ではなかったんだけども、ただ重要なゲームであったことは間違いないね。それを取れたというのがね、素晴らしいというわけですよね。ファンファンさんです。竹安投手は不思議です。この日先発6回無失点の好投で勝利投手、魅力があります。私は竹安投手が一番、本当に一番好きです。気持ちがこもった投球が伝わるんです。ファンファンさんの気持ちも伝わってきます。観客席で見ても、テレビで見てても気持ちを感じます。淡々と仕事をきっちりこなすような渋いタイプではなく、そんなピッチャーも好きなんですが、気持ちが乗った投球のような気がするんです。なるほど。かっこいいです。大好きなんです。竹安投手の大ファンのファンファンさん、ありがとうございました。しかしナイスピッチングでしたね。素晴らしい。守りもよく本当に盛り立てた宗選手のファインプレーもありました。今日早々宗選手が、ちょうどファンフェスタが始まる前にバックヤードの廊下を歩いていて、その時に新しいユニフォームの撮影があったんだと思うけども、そのなんか下のパンツだけ履いていたのかな、ストライプの。
でかっこいいねという話をしていたんですが、その前にゴールデングラブおめでとうございますというふうに言って、来年はもう金色のグラブはめないとねって言って、もうそうしますよって冗談言ってましたけどもね。さてこちらはユーマのオリックスアイチャンネルさん、10月3日の試合は現地観戦で、試合終了後のスカイを聞いていたらなんだか感動して泣きそうになったのを鮮明に覚えています。ラオウのホームランのシーン、2回の表のシーンですね。選手プロデュースメニューを買い物していてモニターで見ていたのでスタンドで見ればよかったとちょっと後悔しました。笑いと、だいぶ後悔した方がいいと思いますね。なかなかあんなホームラン見られないよ。千賀投手のストレート159キロ出ているボールをライトスタンドライナーで運ぶなんていうのはかっこよかったねと思うわけであります。まあ本当にそんなゲームで、ちょうど試合の前のね、時に廊下ですれ違った、杉本選手がもうマスターがまたいなくなってしまいましたよってみたいな、そんな発言があって、いやいや僕らにはラオウがいるよっていうふうに言った試合で打ってくれたんで、僕はとっても嬉しかった。僕的にはそういう試合でもあったんで、すごく印象に残っているなというふうに思っております。ジェンナリーノさんは、ラオウ選手のホームランは感動したと同時に度肝を抜かれました。竹安投手も初回から全力で飛ばしてましたね。最高の試合の一つですということ。そうだね、ベストゲームの一つだと僕も、思います。というわけで、あと坂井戸さんも10月3日の試合は現地観戦でしたというところで、サードユニフォームを着用する最後の試合でもありましたというところで、かっこよい昇魂ユニフォームを生で見ることができて、その上試合も勝ったのでということで、坂井戸さんありがとうございます。まあそんな感じでたくさんのメッセージを頂戴しておりまして、昨日の試合ですよ。さあ今日は交流戦を振り返ります。6月3日の甲子園球場での阪神戦、なんですね。さあ、この試合も、苦しいゲームではあったんだけども鮮やかな逆転勝利、これも3連戦の3つ目のゲームで、火水木の甲子園3連戦だった。火曜日勝って、翌水曜日宮城投手で負けた。1勝1敗で迎えた、この3戦目、6月3日の交流戦、阪神対オリックスのゲームを振り返りたいと思います。今のうちに予習しておいてください。その時のカズチューブも、でもあれビジターだからね、あのシリーズは僕ら甲子園まで近くに行っていたんだけども、入れずに帰ってきた、そんな3連戦だったんですね。さあどんな振り返りになるんでしょうか。どうぞお楽しみに。僕はね、この企画はとっても好きで、楽しみながら喋っておりますが、皆さんどうなの？なんか視聴回数だけ見ると、一部の人、僕のほんと取り巻きの人は楽しんでらっしゃるってよくわかるんだけど、それ以外は面白くないのかな。めちゃめちゃいい企画だと僕は勝手に思って、好んでやっておりますが、ついてきてくださる方だけついてきてください。今回もご視聴本当にありがとうございました。いい企画だと思うんだけどね。はい、後ほど。